こちらです。はい、無料性格診断テストでございます。みんな大好き診断系です。これあれですね、なんかハッシュタグとかリプライとかで、なんだっけ、60パーソナリティーズ、そう、MBTI みたいなやつはね、それをやってほしいっていう声を結構いただいたので、そう、それをね、ちょっとみんなと一緒にやっていこうかなと思うんですよ。まあ、これをやっていけばね、あ、レンノックはこういう子なんやってのが多分伝わると思うので、はい、ぜひ、対戦よろしくお願いします。まあ、みんなもね、配信中でも、配信の後でも、チャレンジして結果を教えてくれたら嬉しいな。相性診断とかあるらしいんでね。そう、そんな感じでよろしく。ああ、みんなお茶ありがとう。ではでは、早速、画面映ってるかな？BGM とか音量とか気になるよってのがあったら、いつでも教えてください。ではでは、これ結構量あるので、まあ、サクサク行きましょう。まず、定期的に新しい友達を作る。これ、そうだな、みんなの回答も聞きながらやりたいかも。みんなだったらどれっての教えてほしい。あ、大丈夫、別にカンニングじゃないから。ちゃんとレムだったらこうっていう見方で答えるんで。ちなみにレムだったら、あ、でも、結構レム引きこもりなんですよ。結構引きこもりなので、新しい友達、まあそれこそグループ活動やらせてもらってるから、メンバーとかとは仲良くさせてもらってるけど、それ以外だとあんまり友達のチャンスがないんだよな。え、めっちゃ陽キャン。マジ?え?ネットもさ、そんな陽キャな?怖っ。お手柔らかにお願いします。様々な面白そうな事柄について探求するために多くの空き時間を費やす。これはね、めちゃくちゃそう。でも、もう楽しいこと調べるのは大体好きなんで。全くいない。あー、友達、少なめな仲間おるな。他の人が泣いてるの見ると自分泣きたくなる。どうだろう。なんか、心配が勝つかもしれん。え、どうしたんだ、え、大丈夫ってなるから。微妙かも。大体大体を考えることが。これは、でもね、今夜ってやっぱ心配性なんですよ。まあ今日の配信とかもさ、なんかちゃんとみんなに楽しんでもらえるかなとか、まあいろいろと心配した上で、あれこれ用意をしてしまうので、今日だってあれよ、トークデッキみたいなの、15個とか20個ぐらい用意してきたからね。話すことなくなったらどうしよう。まあ、ただ、やっぱ配信つけると、みんながすごい話しかけてくれるから、結局、ああ、心配しすぎたなって思うんだけど、そう。まあでもやっぱ心配性なんでね、結構大胆やについてはめっちゃ考えちゃいますね。で、大きなプレッシャーがあっても嬉しいです。これは、自信あります。結構メンタルは強いです。なんならメンタル減らったことないまである。社交の場では、自ら進んで新しい人に挨拶に行くことはほとんどなく既に知ってる。どうだろう。いやでもレム結構ね、好奇心が我ながら強いと思うんですよ。みんなどうだろう。でもさ、やっぱ、ほら、配信者だから、それこそリスナーさんのこと教えてよってなるじゃん。だから結構その新しい人と話をするのは好きなんですよ。だから、まあ、これも結構プラスかもしれん。まあ、失敗は許されていいと思うんだけどね。で、着実に努力する。レムは結構コツコツ派ですね。何をするにしても結構こそれんしちゃうタイプですね。もう勉強とかも、テストの勉強、ああ、いや、ちょっと全然やってないわ。教科書昨日さっき見たって言いながら、寝ないで、ヒーヒー言いながら、どうして授業中寝てたんだっていう自分を責めながら、こそ弁するタイプですね。はい。でも、赤点取ったこともちゃんとあります。数学苦手なんで、大きい声じゃ言えないんですけど、数学、2点だったら取ったことあります。一番低いの。やばいですね。数学のグラフの記号問題1個だけやってた時は、あれだったかな。なので、コツコツ派ですと。で、誰かに評価されると、いや、評価されても、そんなになんか、落胆考えないの？だって今、レムのこと好きって言ってくれてる人たちが、なんか、どうしよう。今は好きでいてくれるだけど、明日は違うんかなとか心配しないしな。いや、みんなマジでね、毎日ちゃんと大好きって言ってくれるし、リップとかでもすごい応援してくれるから、これはでもね、みんなのおかげで気にしなくなった。ほぼいつも作業するし、これでも今、そうだからな。レムの社畜もね、リモートだからお家だし、結構一人で、黙々とやってます。で、抽象的な哲学じっくり考える。哲学とかはちょっと詳しいことは分からんけど、考察が好きなんで多分大丈夫。隠れ家のよりも賑やかな場所、隠れ家の方が好き。一目見ただけでその人の気持ち分かる。そんなことないよ。ラスト、重圧で押しつぶされそうだとよく感じる。そんなことないよ。一つ一つ順序を持って寝ることを全うする。そうだね。活動する上でもこれは大事にしていきたいかな。賛否両論と言われ、でもそれはそう。なんか、どういう意見なんだろうってな、気になる。で、自分より他の人が必要としていいチャンスも逃す。これはね、ごめんだけど、レムはチャンスは掴みますね。掴みます。
締め切り守るの苦手、そんなことないよ。物事うまくいくだろうと自信がある、自信あるよ。はい。で、性別は男の子と。さあ、結果発表、間に合った。建築家。なるほどね。建築家らしいです。はい、みんな、スクショタイムです。レム建築家らしいので、みんなが後で、自分で遊んだ時に、ぜひ比べてみてください。エネルギー、ちょっと、若干陰キャらしいです。若干陰キャです。はい。あー、直感型なんですね。100% なんだね。まあ、でもそうかもしれん。あ、で、感情よりは、ちょっと考えるタイプなんだね。はい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 。で、まあ、とりあえずやって試すべっていう探索型よりも、まあ、ちょっとあれこれ計画して、旅行行くんだったら、あそこ行って、ここ行ってっていうタイプだね。あ、でも旅行行くときもね、結構、旅行のしおりを作るタイプなので、まあ、これはわかる。修学旅行のしおりとかめちゃくちゃ好きだったもん。自己主張が。はい。まあでもね、これは、まあ、活動者、配信者なので、もう自己主張してなんぼなんですよ。レムはみんなにレムのことを知ってほしい。知ってほしいから、自己主張は続けていきたいと思います。はい。メールアドレスは秘密だよ。なるほどね。建築家だったみたいよ。パイオニア精神。いやでもさ、これ大事だと思うんだ。なんか、クロノバとしてさ、その界隈をひっくり返すなんてさ、結構すごいこと言ってるわけじゃん。そうだから、まあ、レムとしても、まあそのメンバーのみんなと力を合わせてさ、その新しいこととかをチャレンジしていきたいし、まあ、そのうちの一つが、今回さ、みんなに見てもらったノベルアニメだと思うから、まあ今後もノベルアニメ多分動画出ると思うんだけど、そう、ぜひ楽しみにしててほしい。結構でもサムネ周りとかお手伝いしてたりするから、こういうサムネにしたらみんな喜んでくれるんじゃないかなとかも結構考えてます。だからね、あれ、みんな、この動画のサムネとか好きとかあったら教えてほしいの。レムの治安悪いのは、レムすごい治安悪いところ見せちゃったんで忘れてくださいね。あれよ。配信中、別に、あれだから、タバコとか吸ってないからね。配信中終わった瞬間、スーって言って、いきなりゲームし出すようなタイプじゃないので、はい、大丈夫です。まあでもあれね、治安悪いレムが好きっていう人もいるんで、まあ、それはそれで、良きとしましょう。まあいつかね、その裏のレムが、低い方のレムが配信に遊びに来ることもあると思うので、楽しみにしていてください。まあでも実際ね、低い方でも歌ってみたとかやってみたいもんな。ね、どんな歌だったらいいかな。低いのが映える歌歌いたいな。はい、知識に貪欲、人付き合いにおけるもどかしさ。これはもうレムはね、ゲーム大好き陰キャなので、ちょっと人間関係コミュニケーションあんま上手じゃないです。正直ね、先輩とかすごいみんな優しくしてくださってると思うんだよ。X とかも。ただレムはもうどう交流したらいいかわからんからさ。そう、どう絡んだらいいかわからんから、とりあえずレムとしては、まあチャンネル登録まずはね、10万人、頑張って、クロノバの力で達成して、で、まあ、コラボ解禁ってなったら、まあ、恥ずかしくないような形でね、いや、クロノバ、すごいんすよって言えるような関係になりたいな。ちょっと、まあ、それまでは、ちょっと、レムはまずはクロノバとして頑張っていきたい気持ち。ぜひ、応援してください。いや、でもね、本当にみんなの力がないと何もできないからさ、まあ、ちょっと弱々しいかもしれんが、まあ、でも、初配信でも言った通り、まあ、白組の思想としては、まあ、レムも頑張る。白組も頑張る。さあ、リスナーさんも一緒に、頑張ろうじゃないかっていうね。そのみんなで、なんだろう。二人三脚。三人四脚。あ、この間言ったっけ、三人四脚合ってたからな。あれ、合ってたからな。間違ってなかったからな。足足りてたわ。そう。まあ、みんなでね、肩組んで一緒に頑張っていきたいなっていうのが、ある意味白組の思想だし、レムはその思想結構いいなって思ってるし。まあ、もちろん黒のね、引っ張っていくからついてこいってのもかっこいいけど、まあ、レムはちょっとそんなね、グイグイタイプではないので、まあ、みんなからね、毎朝、ログ棒をもらって、ホクホクしながら、お仕事とか活動とか頑張っていけたらいいなと思ってます。さあ、そんなところだ。画面を戻そう。